底辺領主の勘違い英雄譚、評価3。貴族のみが使える強力な攻撃魔法を使って領民を徹底的に弾圧する独裁政治を敷いている世紀末世界で、回復魔法の才能しかない小市民の領主が、徹底的にチンピラやカルト、テロリストにこびてこびてこびまくるギャグ漫画です。出てくるヒロインが全員、美人だけどカルト宗教の教祖、反体制部族の族長、ヤンデレジュニクおじいさんとえぐくて一切の救いがなくて面白いです。絵柄が可愛く見やすく綺麗で、主人公が垢抜けにアホなため、常に絶望の危機にさらされるのですが、徹底的に保身に走った結果、世界の救世主に担ぎ上げられてしまうという勘違い系ストーリー。とにかく全てにおいてストーリーがぶっ飛んでいて、常に斜め上の結果を見せてくれる、今まで読んできたナロー系作品の中で抜群にギャグセンスがあり、シュールで面白いです。今すぐ暇つぶしに面白い漫画を読みたいんだという人族に大変おすすめ。